新潟県マゼサーキット、ドリキンの無謀ともいえる挑戦が今始まろうとしている。ここまでしか切れないもんね。じゃあ待ってます。ドリキンの表情がいつもより硬い。ガムテープが巻かれていくたびにプレッシャーも彼の体を縛りつけていく。これが今回ドリキンがガムテープを巻いて挑戦するコース。ドリキンによればポイントは2つあるという。一つは第一ヘアピン、もう一つが最終ヘアピン。この R のきつい右へのターンはカウンターがついてこれないだろうというのだ。そうなればもちろんスピン。多分切った角度が小さいから、それをこう後ろを逃がすようなね、ブレーキングドリフトとかサイドブレーキで後ろがスッと逃げてカウンターで、ジャックカウンターで抜けると曲がるんじゃないかな。いかにプロドライバーとはいえ、もともとは漫画の世界の話。我々はドリキンにこのあまりに型破りな挑戦に対し3回のチャンスを与えた。果たして彼はこの2つのポイントを見事クリアすることができるのだろうか。第一コーナーに向け徐々にスピードを上げていく。まずは最初のコーナーをなんとかクリア。うわー、きついわこれ。ほっとするのもつかの間、彼の前には問題の第一ヘアピンが迫っていた。果たしてクリアできるのか。よし、ドリキン見事にクリア。最初のターンでコツをつかんだのかドリキン。しかし次のポイントは目の前だ。なんとドリキン残りの2回を待たずにこの無謀な挑戦をクリア。彼に不可能はないのか。これはもちろんドリキンだからなせる技。皆さんは絶対真似しないでください。これね、むちゃくちゃ難しい。